皆さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。そしていや逆アナヒコです。よろしくお願いします。怒るよ、怒ってますけど。いやでもね、あったかくなってきました。先生にとっての春って何か思い出あります？いや普通に喋れや。ナヒコくんは思い出あるの？そうね、僕はね話せば長くなるんだけども、じゃあここで問題。いや聞かないのかい。電気を最初に発見したのは誰でしょう？1番ターレス、はい、2番ボルタ、はい、3番姉さん。いやほぼ2択だなこれ。どれだ？1番のターレス。あすごい、ありがとうございます。静電気の概念を一番最初に発見したのはターレスです。続いて問題です。電気は身近なところでどんなところに使われてますか？ピロン、ヒゲ。他には？まあいっぱいあるじゃないですか、携帯だったり。あそうだね、テレビだったりパソコンだったりいろいろありますよ。あとは、まあ、カーナビとか、うん、ラジオとか、うん、あとエアコンとか、うん、いや自動車って言いたいのかな。そうだね、自動車使ってますよね、電気いっぱい。今日はそんな電気を使った自動車をお家でも簡単に作れるような工作をご紹介します。せーの、レッツサイエンス。赤いプラスチック段ボールを3分の2ぐらいのところで折り曲げます。こんな感じで折り曲げます。で今度はこのクリップを伸ばしたものでこのようにコの字型にして折ったところを止めます。これで折ったところが戻らなくなります。竹串を用意して尖ってる方から刺します。これを2つ作ります。できました。これを車体のところにこのように刺して、今度は飲む方と逆向きのドボトルのキャップを入れます。これを2つやります。こんな感じになってます。余った竹串をニッパで切ります。これは尖っていて危ないのでお家の人にやってもらってください。電池ケースの裏に両面テープを貼って貼り付けます。今度は強力な両面テープでモーターを貼り付けます。ちょっとこっち側に斜めにするのがポイントです。こんな感じになります。そしたら輪ゴムを後ろのタイヤとなる部分とモーターところにかけます。こんな感じになります。電池を入れます。電池ケースの線とモーターの線を止めます。スイッチを入れると手作りで電気自動車が作れる。これめっちゃ楽しい。ありがとう。これはしかも動いてよかった。そうコツがあって、これモーターの向きをちょっと上側に向けることと竹串とペットボトルの蓋の間を隙間をねこう開けることがね重要じゃないとタイヤが回らない。なるほど。でこれ仕上げにね最後にここのところフロントの部分に顔を描くと。あ自分の車だみたいなね。自分のね身近な電気でこのような面白い工作ができるので、はい、ぜひ皆さんもやってみてください。はい。それじゃあまたね。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。